トが汁が甘くて、まあ、飲みやすいなっていう印象はありました。怪しい店かと思いながら通ってきたんですけど、今日は ラーメンハウスピッコロに来ました。結構ね、怪しい店かと思いながら通ってきたんですけど、今日はピッコロにね行ってみようかなと思います。知れ渡れば行列のできる味、味噌ラーメン。というわけで、ごちそうさまでした。初ピッコロ、あんまりね、そのピッコロっていうか、ドラゴンボールのピッコロ期待してなかったですけど、ありましたね、ピッコロの人形が。というわけでね、その、まあ、ラーメンは味噌ラーメンが基本的に推してるような感じなんですけどね。そうですね、食べてみて結構味噌が、汁が甘くて、まあ、飲みやすいなっていう印象はありましたね。そんなに癖があるわけでもなく、まあ、ラーメンよりかはなんかその唐揚げがね結構思った以上に美味しかったですね。まあ、ラーメンももちろん美味しかったんですけど、唐揚げが予想以上に美味しかったということで、でプラスアルファ、終わった後にセルフサービスというかコーヒーがね無料で、飲めるんで、まあいい感じかなと思います。あとね、時間ある取り掛かった方は行ってみてください。それでは失礼します。ジャパンスピチューブ始めました。
普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。